ようこそ、けんぴちゃん。今日はなぜ呼ばれたかわかりますか？3日間にわたる筋肉痛を思い出してます。謎解き筋トレ、もう一回やります。内部の情報者からけんぴちゃんが全く運動してないっていう情報が、はい入ってます。今日は筋トレするまで返さないんで、ではまず画面をご覧ください。今回の謎解きはこちら。今から謎が全3問出題されます。それぞれの謎にはタイムリミットが設定されています。解き終わった時点でタイムリミットを超えていた場合、罰ゲームです。あ、でも前回と同じ感じです。さてですね、これ難しいです今回。なので、前回同様色を使用した謎が出されるんですが、腹筋10回するごとに画像の文字に対応する色がどんどん付けられていく、分かりやすくなっていくということですね。それでは早速参ります。はい、第1問、はい、よーいスタート。タイムリミット90秒です。いきますか。ちょっとやるか。お、おめたてにいくか。あ、全然おめたてにいくか。あれ、あれわかんないでしょ。運動しなすぎて腹筋こっちだ。まあいいですよ。1、2、3、4。いいよ。いいはこっちがいます。5 こっちが決めます。6 7 8。オッケー。色がつきます。はい。ああね、あの白はだから消えるんだね。そうですね。色がつく。そうかそうか、そうですね。だから、ヤシロ、黒、ああね。白は消えるんですね。ってことで、それぞれの言葉読んでいくと、うん、左が袋、うん、下が社となっております。それぞれ色の名前を含んでるなっていうのに気づくことができる、そう考えた時に、じゃあ袋がわざわざこういう方向で書いてあるから、黒をこの角度で見てみましょう。するとこの部分だけなんで、ふが黒で袋。じゃあ正位置で見てみると、ヤニ、カタカナのヤニでなっとる、ヤシロ。だから最終的にこっち側から見た時、何かしらの色がカタカナになってるんじゃないかっていうふうに考えると、あ、黄色がね、湯の形になってたので、雪。正解。素晴らしい。なかなかいいタイムじゃないですか。そうですね、これでタイムリミットを超えているかどうかです。うん、けんぴちゃんのクリアタイムは1分57秒06。スカート20回です。スカート、いや、でもそうね。1、ひどい。いや、練習する。そうですね、で、落としてみたら笑うんじゃないよ。まあ、いいでしょう、はい、笑うんじゃないよ。1 2 3。もっと深く、そう、押し切るよ。あら、あ、深く、自分は深く。 OK。 もう一セットいきますよ、だから20なんで。いきましょう。あれ、ちょっと忘れてるのかと思った。今度は早くね、20秒。1、はい、2、7、あれ声が低いんだけど、10。はい、 OK。 緊張してる時間ないです。タイム終了です。
第2問いきます。さっきも相当早かったけどね。頑張ります。スタート。交点にあるんだけど、タイトリミット90秒です。でもさ、白は消えるんですよ。黒がこうなって、緑色のマスがこうなるんでしょ。だからなんかテトリスみたいなマークなんでしょ。やりたくないな。待って、遠慮しとく。ちょっと待って。はい。はい。その心は、これはね、白はなくなるのっていう風に考えると、黒と緑の部分だけ見ればいいから、そうするとこうテトリスみたいなマークになります。で、縦と横に、それぞれ文字が並んでいるわけなんだけれども、それぞれ黒、緑という風に言うことができます。何かこれ、クロスワードの要領でできないでしょうかと考えた時に、黒を縦に2文字、黒、入れることができる。そうすると、言い換えで、ブラックというふうに入れて、ブラック、黒というふうに言います。緑も同じようにやると、縦に緑、そして横にグリーンと入れることができるので、交点を見ると、それぞれブラックのク、そして緑のリになるので、クリーン。正解。うぃい。さあ、そして気になるタイムは、これ早かったよ。43秒。おい82。おい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 、残念クリア。あー、ここは今回はなしです。素晴らしい。やっぱ ね本気を出せばこんなもんですよ。そう、楽したいですね。体を使わない感じなんですね。それはそう。分かりました、分かりました。そう、さあ、最後行きます。第3問行きます。すぐ行くやん。行きますよ。ジタバルなしです。最後ですか。移動してないです。おーい、スタート。タイムリスト10秒です。待って、10、9、赤が混じってる色を見るのか。え、待って、10秒ちょ、待って、あれおかしくない。ちょ、待って、時間ないですけど、腹筋しなくて。腹筋もう10秒経ってる。ああ、ふん、1、足浮かさないよ、足浮かさない、足の裏浮かさないよ。そう、ズオッケー。はい、それでは色が消えます。はい、あ、すっごいじゃん。あ、でもさ、PI、 なんでこんな色あんの。なんでこう、さっき3色だったじゃん。はいはいはい、だから、はいはい、タヌキ。ほう、正解。おい。あら、解説いいですか。じゃあ、まずそれぞれの色、色をつけるとこんな感じになるんだけど、赤だけ見ても何もならないんだよね。というふうに考えた時に、じゃあ赤が使われているもの全部見る必要があるんじゃないかって考えることができると思う。だってね、緑とか大体全然関係ないもんね。だからそういうふうに見ていくと、赤が使われているのはもちろん黒色、全部の色が使われてます。そして赤で、大々ね、黄色と赤が入ってて、 P で、これは真ん中、紫とかも赤使われてますね、赤と青で、こっちも赤が使われてるのを見ると、グイッときてピッグとなります。なんで赤は豚です。で、黄色を見ていくと、もちろん黒は全部の色が入ってて、大々も黄色入ってるね、 F。 今度は黄色、緑っていう色は青と黄色混ぜた色なので、こう、黒も全部入ってて、大体で O ですね。で、その要領でいくと、ここ X、フォックス、キツネとなります。で、青も同じように、まあ、C、そしてこう来て、A ですね。C、T となるので、猫、ピッグ、フォックス、キャットとなるんだけど、これを日本語に言い換えると、豚、キツネ、猫という風になっていて、まあ、小豚のキツネコで曲があったりね、まあ、しりとりになってるということで、タヌキが入ります。正解。はい、はい、ケミさんのタイムは44秒。来たね。早かったよ。でも2分4秒オーバーです。いやいや、今回の罰ゲーム
こちら中国のスクワット100回。止まらないじゃん。はい、確認なんですけど、ルールで腹筋したらその文字の色がその色に変わるんですよ。そうですね、今回の謎はそういう謎をご用意してました。いいでしょう。ほう、いいよ、よし。ほう、よし。じゃあ私はね、腹筋もしますよ。スクワットですよ、罰ゲーム。いや、あの、腹筋しますよ、私。はい、いきます。もう全然したいんだ。あ、そんなことある。あ、あれ、九。はい。十。十。オッケーです。十回することにより百の文字に色がついて一回に。白という文字が100には含まれているので、腹筋10回することによって1になると。素晴らしい、よく、はい、よく気づきました。あざす。じゃあスクワット、深めのスクワット1回で。あー、めっちゃ全部寝汗かいたよ。決めてありましょう。いくよ。1。そう、深くで。カメラに向かって謎解きと運動の素晴らしさをね、語って終わりにしましょう。カメラに向かって、失礼。あの、運動も謎解きもできた時の達成感のね、気持ちいいものですよ。なんで、あの、謎解き好きはみんな筋トレしようぜ。また会おう。ケンピちゃん。バイバイ。じゃあね。